マッチ棒パズル。正しい等式を作る脳トレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解はすると 9-5=4 となり正しい式になりました。第2問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解はすると 8-2=6 となり正しい式になりました。第3問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解はすると -7+16=9 となり正しい式になりました。第4問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解はすると 11-8=6-3=3 となり正しい式になりました。第5問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解はすると 54÷3=9+9=18 となり正しい式になりました。第6問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解はすると 14×5−59=11 となり正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。